ラブイズ・ブーシェは、日本の競争は馬,馬名の由来は、恋なんていらない。主な勝ち倉は2014年箱立記念。メグロ記念2着、有馬記念4着の実績もある。デビューは10月8日の京都競馬場の死は1800メートル戦で10番、人気5着。以降未勝利戦で2着2回も勝ち切れずに2歳シーズンを終えた。2歳12月から、 半年の休養を取り6月の阪神最終週の芝2200メートルに岩田高生で臨み2番人気に押されるが3着。直後に函館へ渡り三浦高生に安城を戻すも芝2000メートルの未勝利戦で同様に2番人気3着。中1週で札幌芝2000メートルの未勝利戦で今度は1番人気の評価を受け先行するも2着に敗れる。 ここから5ヶ月の休養を取り12月の中京芝2000メートルの500万条件戦で格上挑戦することとなり11番人気の低評価となるが小馬の一からに勝ち馬相手に2着と構想する福島記念3着有馬記念は竹豊安城に12番人気の低評価を覆し4着年明け初戦は日経新春杯を選択 3番人気に押されるも高速馬場が影響し、里野のノブレスの8着。小倉大将店員6着、福島民放派へ5着を経て臨んだ目黒記念で、マイネルメダリストの2着。中六州で臨んだ函館記念で重賞初制覇を飾る。札幌記念では、ゴールドシップや、ハープスターなどの競合相手に4着と抗争。11月の天皇賞でも4着だった。6歳シーズンは、 制裁を書き、11月のアルゼンチン共和国売発着を最後に現役を引退した。引退後は熊本県熊本市のホンダ牧場で種ボバとなる。2019年からはレックススタッドにつなぎをされた。種付け量は11万5千円。2021年はチェリーフィールズで供用される。ありがとうございます。